アルタリアは18世紀後半から19世紀にかけての大手音楽出版社。18世紀のウィーンで設立され、名だたる古典派の作曲家の数々と関わった。アルタリアは1770年、カルロ・アルタリアが美術品と地図の出版社を当時ハプスブルク帝国の首都であったウィーンに設立したのが始まりである。1778年になると音楽へと事業を拡大した。 初期において最も重要な協力関係はオーストリアの作曲家フランツ・ヨゼフ・ハイドンとのものである。ハイドンは300作品以上をアルタリアから出版し、その中には好調な売れ行きを記録した弦楽史重奏曲の多くが含まれていた。ハイドン作品の価値により、アルタリアは18世紀後期の音楽出版会の主役へと踊り出たのである。 この重要な関係に助けられ、アルタリアは、ルイジ・ボッケリーニや、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトなど他の重要な古典派作曲家の作品の権利を獲得することができた。アルタリアは、モーツァルトの生前にはその筆頭の出版社であったが、彼の死後は、ドイツの出版社ブライト・コプフーンとヘルテルにとって変わられた。1793年以降、アルタリアは、 ルートビヒバンベートーベンの初期作品の出版も複数手掛けているが、この関係は、原学五重奏曲作品二十九の出版権をめぐる激しい異世界によって途絶える。争いは千八百三年から千八百五年にかけて、法廷闘争へと発展している。それでも千八百十九年には、ピアノ・ソナタ第二十九番、また、カルロの追いのマティアスが千八百二十七年に、 大風画の出版を手掛けた。ベートーベンとの形争はこの会社が初期の著作権法を定めるのを助けたという役割にも光を当てる。所有権、藩の著作権使用量、そして表説の懸念に関してアルタリアと顧客の間に交わされた膨大な量の書簡が現存している。アルタリアは19世紀にも主要音楽出版社であり続けたが20世紀に入って 音楽出版業から撤退した。図版作成分野は1920年にフライターク、ウンとペルントが買収。アルタリア出版社は1932年に解散した。美術品の取引も2012年に終わりを迎えている。ありがとうございます。